お休み前の名作朗読の部屋。ご視聴いただきありがとうございます。佐藤久美子です。2024年1月6日土曜日、はじめに聞きたい作品が終わりの方や、このオープニングを飛ばして朗読を聞きたい方は、概要欄をご覧いただきますと、お好きな場所からお聞きいただけます。2024年初めての朗読です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今回は日本の昔話を集めてみました。お聞きいただきながら、優しい気持ちでお休みいただけますよう、ゆっくり丁寧に読ませていただきました。文福茶釜、売り子姫子、笠地蔵、花坂じじい、鬼六、五作です。今晩も心を込めて朗読させていただきます。こちらのチャンネルを登録いただきますと、この朗読の部屋を見つけていただきやすくなります。そして、よかったと感じていただけましたら、高評価ボタンも押していただけますと大変嬉しく励みになります。感想などのコメントもいただけましたらとっても嬉しいです。ぜひお気軽に書き込んでください。では、明日の朝も気持ちよく目覚められますように。おやすみなさい。文福茶釜、楠山正雄。むかーし、神津家の国館林に茂林寺というお寺がありました。このお寺の和尚さんは大層お茶の湯が好きで、いろいろと変わったお茶道具を集めて、毎日それをいじっては楽しみにしていました。ある日、和尚さんは用事があって町へ行った帰りに、一軒の道具屋で気に入った形の茶釜を見つけました。和尚さんは早速それを買って帰って、自分のお部屋に飾って、どうです、なかなかいい茶釜でしょう、と来る人ごとに見せて自慢していました。ある晩、和尚さんはいつもの通りお居間に茶釜を飾ったまま、そのそばでうとうと居眠りをしてしまいました。そのうち本当にぐっすり寝込んでしまいました。和尚さんのお部屋があんまり静かなので、小僧さんたちはどうしたのかと思って、そっと障子の隙間から中を覗いてみました。すると、和尚さんのそばに布団を敷いて座っていた茶釜が、一人でにむくむくと動き出しました。おや？と思ううちに、
茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、四本の足が出て、やがてのそのそとお部屋の中を歩き出しました。小僧さんたちはびっくりして、お部屋の中へ飛び込んできて、いやあ、大変だ。茶釜が化けた。おしょうさん、おしょうさん、茶釜が歩き出しましたよ。と、天殿に、とんきょうな声を立てて、騒ぎ出しました。その音に、おしょうさんは目を覚まして、やかましい、何を騒ぐのだ。と、目をこすりながら叱りました。でも、おしょうさん、ごらんなさい。ほら、あの通り、茶釜が歩きますよ。こう、てんでに言うので、おしょうさんも、小僧さんたちの指さす方を見ますと、茶釜には、もう、頭も、足も、尻尾も、ありません。ちゃんと、元の茶釜になって、いつの間にか、布団の上に乗って、すましていました。おしょうさんは怒って、なんだ、バカなことを言うにもほどがある。でも変だな。確かに歩いていたのに。こう言いながら、小僧さんたちは不思議そうに寄ってきて、茶釜を叩いてみました。茶釜はカーンとなりました。それ見ろ。やっぱりただの茶釜だ。くだらないことを言って、せっかくいい心持ちに寝ているところを起こしてしまった。おしょうさんにひどく叱られて、小僧さんたちはしょげて、ぶつぶつ口小言を言いながら引っ込んでいきました。そのあくる日、おしょうさんは、せっかく茶釜を買ってきて、眺めてばかりいてもつまらない。今日は一つ、使いだめしをしてやろう。と言って、茶釜に水を汲み入れました。すると、小さな茶釜のくせに、いきなり、手おけにいっぱいの水をがぶりと飲んでしまいました。おしょうさんは少し変だと思いましたが、他に変わったこともないので、安心してまた水を入れていろりにかけました。すると、しばらくしてお尻が温まってくると、茶釜は出し抜けに、熱いと言って、いろりの外へ飛び出しました。おや？と思う間に、タヌキの頭が出て、四本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しましたから、おしょうさんは、わーっと言って、思わず飛び上がりました。大変大変、茶釜が化けた。誰か来てくれ。おしょうさんがびっくりして大きな声で呼び立てますと、小僧さんたちは空来たというので向こう鉢巻きでほうきやはたきを持って飛び込んできました。でももうその自分には元の茶釜になって布団の上にすましていました。叩けばまたカーン、カーンとなりました。
和尚さんはまだびっくりしたような顔をしながら、どうもいい茶釜を手に入れたと思ったら、とんだものを背負い込んだ。どうしたものだろう。と考えていますと、門の外で、くずいー、くずいー、という声がしました。ああ、いいところへくず屋が来た。こんな茶釜は、いっそくず屋に売ってしまおう。和尚さんはこう言って、早速くず屋を呼ばせました。くず屋は和尚さんの出した茶釜を手に取って、撫でてみたり、叩いてみたり、底を返してみたりした後で、これは結構な品物です。と言って、茶釜を買って、くずかごの中に入れて持っていきました。茶釜を買ったくず屋は、うちへ帰ってもまだニコニコして、これはこの頃にない掘り出し物だ。どうかして道具好きなお金持ちを捕まえて、いい値に売らなければならない。こう独り言を言いながら、その晩は大事そうに茶釜を枕元に飾ってぐっすり寝ました。すると真夜中過ぎになって、どこかで、もしもし、くず屋さん、くず屋さん、と呼ぶ声がしました。はっとして目を覚ましますと、枕元にさっきの茶釜がいつの間にか毛くじゃらな頭と太い尻尾を出してちょこなんと座っていました。くず屋はびっくりして跳ね起きました。いやあ、大変。茶釜が化けたぞ。くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。だって、驚かずにいられるものかい。茶釜に毛が生えて歩き出せば、誰だって驚くだろうじゃないか。一体、お前は何だい？私は文福茶釜と言って、本当はタヌキの化けた茶釜ですよ。実はある日、野原へ出て遊んでいるところを、五六人の男に追い回されて、仕方なしに茶釜に化けて草の中に転がっていると、またその男たちが見つけて、今度は、茶釜だ、茶釜だ、いいものが手に入った。これをどこかへ売り飛ばして、みんなでうまいものを買って食べよう、と言いました。それで私は、古道具屋に売られて、店先にさらされて、散々窮屈な目に遭いました。その上、何も食べさせてくれないので、お腹が空いて死にそうになったところを、お寺の和尚さんに買われていきました。お寺では、やっと手桶に一杯の水をもらって、一口にがぶ飲みして、ほっと一息ついたところを、いきなりいろりに乗せられて、お尻から火あぶりにされたのには、さすがに驚きました。もうもう、あんなところはこりごりです。あなたは人のいい、親切な方らしいから、どうぞしばらく、私をうちに置いて、養ってくださいませんか？きっと、
礼はしますから。うんうん、置いてやるぐらいわけのないことだ。だがお礼をするってどんなことをするつもりだい？へえ、見せ物でいろいろ面白い芸当をしてみせて、あなたにたんとお金儲けをさせてあげますよ。ふーん、芸当って一体どんなことをするのだい？さあ、差し当たり綱渡りの軽技に文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうくず屋なんかやめてしまって見せ物師におなんなさい。明日からたーんとお金が儲かりますよ。こう言われてくず屋はすっかり乗り気になってしまいました。そして茶釜の勧める通りくず屋をやめてしまいました。そのあくる日、夜が明けるとくず屋は早速見せ物の支度にかかりました。まず町の盛り場に一軒見せ物小屋をこしらえて、文福茶釜の綱渡りと浮かれ踊りの絵を描いた大看板をあげ、太夫元と木戸番と工場員を自分一人で兼ねました。そして木戸口に座って大きな声で、さあさあ、大評判の文福茶釜に毛が生えて手足が生えて綱渡りの軽技から浮かれ踊りの不思議な芸当、評判じゃあ評判じゃあと呼び立てました。往来の人たちは不思議な看板と面白そうな口上につられて、ぞろぞろ見せ物小屋へ詰めかけてきて、たちまち満員になってしまいました。やがて拍子木が鳴って幕が上がりますと、文福茶釜がのこのこ楽屋から出てきて、お目見えのご挨拶をしました。見るとそれは思いもつかない大きな茶釜に手足の生えた化け物でしたから、見物は皆あっと言って目を丸くしました。それだけでも不思議なのに、その茶釜の化け物が両方の手にからかさを刺して扇を開いて綱の上に両足をかけました。そして重い体を器用に調子を取りながら綱渡りの一曲を守備よくやってのけましたから、見物はいよいよ感心して小屋も割れるほどの喝采を浴びせかけました。それからは何をしても文福茶釜が変わった芸当をやってみせるたんびに、見物は大喜びで、こんな面白い見せ物は生まれて初めて見たと天殿に言い合って、またぞろぞろ帰っていきました。それからは文福茶釜の評判は方々に広がって、近所の人は言うまでもなく、遠い国からもわざわざわらじがけで見に来る人で、毎日毎晩大変な大入りでしたから、わずかの間にくず屋は大金持ちになりました。そのうちにくず屋は、こうやって文福茶釜のおかげでいつまでもお金儲けをしていても際限のないことだから、
ここらで休ませてやりましょう、と考えました。そこである日、文福茶釜を呼んで、お前をこれまで随分働かせるだけ働かして、おかげで私も大したお金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、そうそう欲張ることは悪いことだから。今日限り、お前を見せ物に出すことはやめて、元の通り、茂林寺に納めることにしよう。その代わり、今度は和尚さんに頼んで、ただの茶釜のように、いろりにかけて、火あぶりなんぞしないようにして、大切にお寺の宝物にして、錦の布団に乗せて、至極安楽なご隠居の身分にしてあげるが、どうだね。こう言いますと、文福茶釜は、そうですね。私もくたびれましたから、ここらで少し休ませてもらいましょうか。と言いました。そこでくず屋は文福茶釜に、見せ物で儲けたお金を半分添えて、茂林寺の和尚さんのところへ持って行きました。和尚さんは、ほいほい、それは奇特な、と言いながら、茶釜とお金を受け取りました。文福茶釜も、それなりくたびれて、寝込んででもしまったのか、それからは、別段、手足が生えて、踊り出すというようなこともなく、このお寺の宝物になって、今日まで、伝わっているそうです。うりこ姫子。楠山正雄。むかしむかし、おじいさんとおばあさんがありました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに行きました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川でぼちゃぼちゃ洗濯をしていますと、向こうから大きなウリが一つ、ぽっかりぽっかり流れてきました。おばあさんはそれを見て、おやおや、まあ、珍しい大きなウリだこと、さぞおいしいでしょう。おうちへ持って帰って、おじいさんと二人で食べましょう。と言い、杖の先でウリをかき寄せて、拾い上げて、うちへ持って帰りました。夕方になると、おじいさんはいつもの通り、芝をしょって山から帰ってきました。おばあさんはニコニコしながら出迎えて、おやおや、おじいさん、おかえりかえ。今日はおじいさんのお好きないいものを川で拾ってきましたから、おじいさんと二人で食べましょうと思って、さっきから待っていたのですよ。と言って、拾ってきたウリを出してみせました。おー、おー、これ
は珍しい大きなウリだ。さぞおいしいだろう。早く食べたいな。とおじいさんは言いました。そこでおばあさんは台所から包丁を持ってきて、ウリを二つに割ろうとしますと、ウリは一人でに中からポーンと割れて、かわいらしい女の子が飛び出しました。おやおや、まあ。と言ったまま、おじいさんもおばあさんもびっくりして腰を抜かしてしまいました。しばらくしておじいさんが、これはきっと私たちに子供のないのをかわいそうに思って、神様が授けてくださったものに違いない。大事に育ててやりましょう。そうですとも、ごらんなさい。まあ、かわいらしい顔をして、ニコニコ笑っていますよ。と、おばあさんは言いました。そこで、おじいさんとおばあさんは、慌ててお湯を沸かして、赤ちゃんにお湯を使わせて、暖かい着物の中にくるんで、かわいがって育てました。ウリの中から生まれてきた子だからというので、ウリ子姫子という名前をつけました。ウリ子姫子はいつまでもかわいらしい小さな女の子でした。でも、旗を織ることが大好きで、かわいらしい旗をおじいさんにこしらえてもらって、毎日毎日、トンカラリコー、トンカラリコー、ギーギーバッタン、ギーバッタン、旗を織っていました。おじいさんはいつもの通り、山へ芝刈りに出かけます。おばあさんは川へ洗濯に出かけます。ウリ子姫子は後に一人おとなしく留守番をして、相変わらずトンカラリコー、トンカラリコー、ギーギーバッタン、旗を織っていました。おじいさんとおばあさんはいつも出がけにウリ子姫子に向かって、この山の上にはアマンジャクという悪者が住んでいる。留守にお前を取りに来るかもしれないから、決して戸を開けてはいけないよ、と言ってしっかり戸を閉めて出て行きました。すると、ある日のこと、ウリ子姫子が一人で、トンカラリコー、トンカラリコー、ギーギーバッタン、旗を織っておりますと、とうとうアマンジャクがやってきました。そして、優しい猫なで声を作って、もしもし、ウリ子姫子、この戸を開けておくれな。二人で仲良く遊ぼうよ。と言いました。いいえ、開けられません。と、ウリ子姫子は言いました。ウリ子姫子、少しでいいから開けておくれ。指の入るだけ
開けておくれ。そんなら、それだけ開けましょう。もう少し開けておくれ、うりこ姫子。せめてこの手が入るだけ。そんなら、それだけ開けましょう。うりこ姫子、もう少しだ。開けておくれ。せめて、頭の入るだけ。仕方がないので、うりこ姫子は、頭の入るだけ開けてやりますと、アマンジャクはスルスルとうちの中へ入ってきました。うりこ姫子、裏の山へ柿を取りに行こうか。とアマンジャクが言いました。柿を取りに行くのは嫌。おじいさんに叱られるから。と、うりこ姫子が言いました。すると、アマンジャクが、怖い目をして、うりこ姫子を睨みつけました。うりこ姫子は怖くなって、仕方なしに、裏の山までついて行きました。裏の山へ行くと、アマンジャクは、スルスルと柿の木によじ登って、真っ赤になった柿を、おいしそうに、取っては食べ、取っては食べしました。そして、下にいるうりこ姫子には、種やヘタばかり投げつけて、一つも落としてはくれません。うりこ姫子は、うらやましくなって、私にも一つください。と言いますと、アマンジャクは、お前も上がって、取って食べるがいい。と言いながら、下へ降りてきて、今度は代わりに、うりこ姫子を、木の上に乗せました。乗せるときに、そんな着物を着て登ると汚れるから、と言って自分の着物と取り替えて着替えさせました。うりこ姫子がやっと柿の木に登って柿を取ろうとしますと、アマンジャクはどこから取ってきたか、藤鶴を持ってきて、うりこ姫子を柿の木に縛りつけてしまいました。そして自分は、うりこ姫子の着物を着て、うりこ姫子に化けて、うちの中に入って、すまわした顔をして、また、トンカラリコー、トンカラリコー、ギーギーバッタン、旗を折っていました。しばらくすると、おじいさんとおばあさんは帰ってきましたが、何にも知らないものですから、うりこ姫子、よくお留守番をしていたね。さぞ寂しかったろう。と言って頭をさすってやりますと、アマンジャクは、あーあーと言いながら舌をそっと出しました。すると表の方が急にガヤガヤ騒々しくなって、立派ななりをしたお侍が大勢
ピカピカ塗り立てた、きれいなおかごを担いでやってきて、おじいさんとおばあさんのうちの前に泊まりました。おじいさんとおばあさんは、何事が始まったのかと思って、ビクビクしていますと、お侍は、その時、おじいさんとおばあさんに向かって、お前の娘は、大層美しい織物を織るという評判だ。お城の殿様と奥方が、お前の娘の旗を織るところが見たいという仰せだから、このかごに乗って来てもらいたい。と言いました。おじいさんとおばあさんは、大層喜んで、売り子姫子に化けた、アマンジャクをおかごに乗せました。お侍たちがアマンジャクを乗せて裏の山を通りかかりますと、柿の木の上で、あーん、あーん、売り子姫子の乗るかごにアマンジャクが乗っていく。売り子姫子の乗るかごにアマンジャクが乗っていく。という声がしました。おや、変だ。と思って、そばへ寄ってみますと、かわいそうに、売り子姫子は、アマンジャクの汚い着物を着せられて、木の上に縛りつけられていました。おじいさんは、売り子姫子を見つけると、急いで行って、木から下ろしてやりました。お侍たちも大層怒って、アマンジャクをおかごから引きずり出して、その代わり、売り子姫子を乗せて、お城に連れて行きました。笠地蔵福娘童話集。むかしむかし、あるところに、貧乏だけど心優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある年の大晦日のことです。おじいさんとおばあさんは二人で傘を作りました。それを町へ持って行って売り、お正月のお餅を買うつもりです。傘は五つもあるから、餅ぐらいは買えるだろう。お願いしますね。それから今夜は雪になりますから気をつけてくださいよ。おじいさんは五つの傘を持って出かけました。家を出て間もなく雪が降ってきました。雪はだんだん激しくなったので、おじいさんはせっせと道を急ぎました。村外れまで来ると、お地蔵様が6つ並んで立っています。お地蔵様の頭にも肩にも雪が積もっています。これを見たおじいさんは、そのまま通り過ぎることができませんでした。お地蔵様、雪が降って寒かろうな。せめてこの傘をかぶってくだされ。おじいさんはお地蔵様に売るつもりの傘をかぶせてやりました。でもお地蔵様は6つなのに、
傘は5つしかありません。そこでおじいさんは自分の傘を脱いで最後のお地蔵様にかぶせてやりました。家へ帰るとおばあさんがびっくりして言いました。まあまあ、ずいぶん早かったですね。それにおじいさんのお傘はどうしました？おじいさんはお地蔵様のことを話してやりました。まあまあ、それは良いことをしましたね。お餅なんてなくてもいいですよ。おばあさんはニコニコして言いました。その夜、夜中だというのに不思議な歌が聞こえてきました。おじいさんの家はどこだ？傘のお礼を届けに来たぞ。おじいさんの家はどこだ？傘のお礼を届けに来たぞ。歌声はどんどん近づいて、とうとうおじいさんの家の前まで来ると、ずしーんと何かを置く音がして、そのまま消えてしまいました。おじいさんがそーっと戸を開けてみると、おじいさんのあげた傘をかぶったお地蔵様の後ろ姿が見えました。そして、うちの前には、お正月用のお餅やごちそうが山のように置いてありました。花咲かじじい、楠山正雄。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。正直な人のいいおじいさんとおばあさん同士でしたけれど、子供がないので、飼い犬のシロを本当の子供のように可愛がっていました。シロもおじいさんとおばあさんに、それはよく懐いていました。すると、お隣にもおじいさんとおばあさんがありました。この方はいけない欲張りのおじいさんとおばあさんでした。ですから、お隣のシロを憎らしがって、汚らしがって、いつも意地の悪いことばかりしていました。ある日、正直おじいさんがいつものように桑を担いで畑を掘り返していますと、シロも一緒についてきて、そこらをくんくん嗅ぎ回っていましたが、ふとおじいさんの裾をくわえて畑の隅の大きなえのきの木の下まで連れて行って、前足で土をかきたてながら、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンと泣きました。なんだな、なんだなとおじいさんは言いながら、桑を入れてみますと、カチリ
と音がして、穴の底でキラキラ光るものがありました。ずんずん掘っていくと、小判がたくさん出てきました。おじいさんはびっくりして、大きな声でおばあさんを呼び立てて、えんやらえんやら、小判をうちの中へ運び込みました。正直なおじいさんとおばあさんは、急にお金持ちになりました。すると、お隣の欲張りおじいさんが、それを聞いて大変うらやましがって、早速白を借りに来ました。正直おじいさんは、人がいいものですから、うっかり白を貸してやりますと、欲張りおじいさんは嫌がる白の首に縄をつけて、ぐんぐん畑の方へ引っ張っていきました。俺の畑にも小判が埋まっているはずだ。さあどこだどこだと言いながら、余計強く引っ張りますと、白は苦しがって、やたらにそこらの土を引っかきました。欲張りおじいさんは、うん、ここか。閉めたぞ、閉めたぞ。と言いながら掘り始めましたが、掘っても掘っても、出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでした。それでも構わず、やたらに掘っていきますと、ぷーんと臭い匂いがして、汚いものがうじゃうじゃ出てきました。欲張りおじいさんは、臭いと叫んで鼻を押さえました。そうして、腹立ち紛れに、いきなり桑を振り上げて、白の頭から打ち下ろしますと、かわいそうに白は一声、キャンと泣いたなり、死んでしまいました。正直おじいさんとおばあさんは、後でどんなに悲しがったでしょう。けれども、死んでしまったものは仕方がありませんから、涙をこぼしながら、白の死骸を引き取って、お庭の隅に穴を掘って、丁寧にうずめてやって、お墓の代わりに小さい松の木を一本、その上に植えました。するとその松がみるみる育っていって、やがて立派な大木になりました。これは白の形見だ。こうおじいさんは言って、その松を切って、臼をこしらえました。そうして、白はお餅が好きだったから、と言って、臼の中にお米を入れて、おばあさんと二人で、ぺったらこっこー、ぺったらこっこー、とつき始めますと、不思議なことに、いくらついてもついても、後から後からお米が増えて、みるみる臼にあふれて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱいお米になってしまいました。すると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知ってうらやましがって、またずうずうしく臼を借りに来ました。人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかり
臼を貸してやりました。臼を借りると、早速欲張りおじいさんは、臼の中にお米を入れて、おばあさんを相手に、ぺったらこっこー、ぺったらこっこー、とつき始めましたが、どうしてお米が湧き出すどころか、今度もプーンと嫌な匂いがして、中からうじゃうじゃ汚いものが出てきて、臼にあふれて外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい汚いものだらけになりました。欲張りおじいさんはまた癇癪を起こして、臼を叩き壊して、薪にして、燃してしまいました。正直おじいさんは、臼を返してもらいに行きますと、灰になっていましたから、びっくりしました。でも、燃してしまったものは仕方がありませんから、がっかりしながら、ザルの中に残った灰をかき集めて、しおしお、家へ帰りました。おばあさん、白の松の木が灰になってしまったよ。こう言っておじいさんはお庭の隅の白のお墓のところまで灰を抱えて行って巻きますと、どこからかスースー暖かい風が吹いてきて、パーッと灰をお庭いっぱいに吹き散らしました。するとどうでしょう。そこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶると、みるみるそれが花になって、よそはまだ冬のさなかなのに、おじいさんのお庭ばかりはすっかり春景色になってしまいました。おじいさんは手をたたいて喜びました。これは面白い。ついでにいっそ方々の木に花を咲かせてやりましょう。そこでおじいさんはざるに残った灰を抱えて、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう。と、往来を呼んで歩きました。すると、向こうから殿様が馬に乗って大勢家来を連れて狩りから帰ってきました。殿様はおじいさんを呼んで、おお、珍しいじじいだ。では、そこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ。と言いつけました。おじいさんは早速、ざるを抱えて、桜の木に上がって、金の桜、サラサラ、銀の桜、サラサラ、と言いながら、灰をつかんで振りまきますと、みるみる花が咲き出して、やがて一面、桜の花盛りになりました。殿様はびっくりして、これは見事だ、これは不思議だ、と言って、おじいさんを褒めて、たくさんにご褒美をくださいました。するとまた、お隣の欲張りおじいさんが、それを聞いて、うらやましがって、残っている灰をかき集めて、ざるに入れて、正直おじいさんの真似をして、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、
枯れ木に花を咲かせましょう」と往来を怒鳴って歩きました。すると今度も殿様が通りかかって「こないだの花咲かじじいが来たな。また花を咲かせてみせよ」と言いました。欲張りおじいさんは得意らしい顔をしながら灰を入れたざるを抱えて桜の木に上がって、同じように「金の桜さらさら、銀の桜さらさら」と唱えながらやたらに灰を振りまきましたが、一向に花は咲きません。するうちどーっとひどい風が吹いてきて、灰は遠慮なしに四方八方へバラ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 散って、殿様やご家来の目や鼻の中へ入りました。そこでもここでも目をこするやらくしゃみをするやら頭の毛を払うやら、大変な騒ぎになりました。殿様は大層お腹立ちになって、偽物の花咲かじじいに違いない、不届きなやつだ、と言って欲張りおじいさんを縛らせてしまいました。おじいさんは「ごめんなさい、ごめんなさい」と言いましたが、とうとう牢屋へ連れて行かれました。鬼六、楠山正雄。ある村の真ん中に大きな川が流れていました。その川は大変流れが強くて速くて、昔から代々村の人が何度橋を架けてもすぐ流されてしまいます。村の人たちも困りきって都で名高い大工の名人を呼んできて、今度こそ決して流れない丈夫な橋を架けてもらうことにしました。大工はせっかく見込まれて頼まれたので、うんと言って引き受けてはみたものの、いよいよその場に来てみて、さすがの名人もあっと言って驚きました。ひっきりなし川の水はくるくる目の回るような速さで渦を巻いて膨れ上がり、ものすごい音を立てて湧き返っていました。この恐ろしい流れの上にどうして橋が架けられよう。大工はこう独り言を言いながら、ただ呆れて途方に暮れて川の水をぼんやり眺めていました。するとどこからか、どうした名人、そこで何を考えている?というものがありました。大工が驚いて見回す途端、水の上にブクブクブクと大きな泡が立ったと思うと、恐ろしく大きな鬼のような顔がそこにぽっかり現れました。大工は妙な気味の悪いやつが出てきたと思いながら、わざと平気で「うん、俺か、
俺は頼まれたから、この川に橋を架けようと思って考えているのだ。と言いました。すると鬼は顔中口にして、ゲッゲッゲッと、さも面白そうに笑いました。そうして大きな歯をむき出したまま、ふっふっふ、お前、いくら名人でも、大工にゃ、この橋はかからないぞ。と言いました。じゃあ、誰ならかかる？そりゃ、この俺ならかかるよ。じゃあ、頼む。お前さん五章だ。代わりにかけておくれ。そりゃかけてやってもいいが、何をお礼にくれる？そりゃかけてくれれば何でもあげるよ。じゃあお前その目玉をよこせ。何？目玉だ？大工もこれには少し驚きましたが、何、その時はその時でどうにかなるだろうと思って、よしよし、お安い御用だ。と言って、承知してしまいました。大工はそれなり家へ帰って、ゆっくり一寝入りして、明くる日また何気なしに川へ出てみました。すると川の水は一向引いていませんが、まさかと思っていた橋が半分以上も見事にその上にかかっているのでびっくりしました。こりゃ冗談じゃないぞ。大工は急に怖くなって、そっと両方の目を押さえました。そこで、その明くる日は、朝早くから起きて、また川へ出てみますと、まあどうでしょう。実に立派な橋が、何畳という高さに、水が渦巻き、逆巻き、流れている大川の上に、もうすっかり出来上がって、びくともせずに長々とかかっているではありませんか。大工は今度こそ本当にどぎもを抜かれて、ただもう目ばかりキョロキョロさせていました。するとその途端、例のどことも知れない川の底から、おい、どうした大工？さあ、目玉をよこせ！と言いながら、鬼が出てきたので、ひゃーっと一声、すっかり青くなって、ブルブル震え出してしまいました。ああ、ごめんなさい。すぐは困る。しばらくお待ちください。大工は泣くように言って、慌ててそこを逃げ出しました。逃げ出したものの、どうするあてもないので、今にも鬼が追っかけてくるかとハラハラしながら、川の岸を離れて山の方へどんどん逃げていきました。逃げ出して山の中をあてもなくうろうろ歩いていますと、どこか遠くの林の中から子供の歌う声がしました。やがてその声はだんだん近くなって、つい聞くともなしに耳に入ってきたのはこういう歌でした。
鬼六どうした、橋かけた。かけたら褒美に、目玉、はよ持ってこい。この歌を聞いて、大工はほっとしました。そうして、生き返ったように、元気を取り戻して、宿屋に帰って寝ました。そのあくる日、大工がまた川へ出ると、鬼は早速出てきて、さあ、すぐ目玉をよこせ、と言いました。まあ、しばらくお待ちください。どうもこの目を取られては、明日から大工の商売ができません。かわいそうだとおぼしめして、何か他のお礼でご勘弁願います。こう大工が言うと、鬼は怒って、なんという意気地のないやつだ。じゃあ試しに、俺の名を当ててみろ。うまく言い当てたら、勘弁してやらないものでもない。と言いました。そこで大工は、わざと、まずでたらめに、大江山の主天童子。と言うと、鬼はあざ笑って、違う、違う。と、首を振りました。そこで、またでたらめに、愛宕山の茨城童子。と言うと、鬼は余計面白そうに、違う、違う。と言って、笑いました。それから、まだ、いくつもいくつも、でたらめな名を言って、鬼がだんだん飽きて、怖い目玉を向いて、今にも飛びかかってきそうになったとき、大工は、ありったけの大きな声を張り上げて、鬼六と、唱りました。チェ、山の神に教わったか。そう言った途端、ふーっと鬼の姿は消えてなくなりました。文福茶釜。楠山正雄。むかーし、神津の国館林に、茂林寺というお寺がありました。このお寺の和尚さんは、大層お茶の湯が好きで、いろいろと変わったお茶道具を集めて、毎日それをいじっては楽しみにしていました。ある日、和尚さんは用事があって町へ行った帰りに、一軒の道具屋で気に入った形の茶釜を見つけました。和尚さんは早速それを買って帰って、自分のお部屋に飾って、どうです?なかなかいい茶釜でしょう?と、来る人ごとに見せて、自慢していました。ある晩、和尚さんはいつもの通り、お居間に、茶釜を飾ったまま、そのそばでうとうと居眠りをしてしまいました。
そのうち本当にぐっすり寝込んでしまいました。和尚さんのお部屋があんまり静かなので、小僧さんたちはどうしたのかと思って、そっと障子の隙間から中を覗いてみました。すると和尚さんのそばに布団を敷いて座っていた茶釜が一人でにむくむくと動き出しました。おや？と思ううちに、茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、四本の足が出て、やがてのそのそとお部屋の中を歩き出しました。小僧さんたちはびっくりして、お部屋の中へ飛び込んできて、いやあ、大変だ。茶釜が化けた。和尚さん、和尚さん、茶釜が歩き出しましたよ。と、天殿に、とんきょうな声を立てて、騒ぎ出しました。その音に、和尚さんは目を覚まして、やかましい。何を騒ぐのだ。と、目をこすりながら叱りました。でも、和尚さん、ごらんなさい。ほら、あの通り、茶釜が歩きますよ。こう、てんでに言うので、和尚さんも、小僧さんたちの指さす方を見ますと、茶釜には、もう頭も足も尻尾もありません。ちゃんと元の茶釜になって、いつの間にか布団の上に乗って済ましていました。和尚さんは怒って、なんだ、バカなことを言うにも程がある。でも変だな。確かに歩いていたのに。こう言いながら、小僧さんたちは不思議そうに寄ってきて茶釜をたたいてみました。茶釜はカーンとなりました。それ見ろ、やっぱりただの茶釜だ。くだらないことを言って、せっかくいい心持ちに寝ているところを起こしてしまった。和尚さんにひどく叱られて、小僧さんたちはしょげて、ぶつぶつ口小言を言いながら引っ込んでいきました。そのあくる日、和尚さんは、せっかく茶釜を買ってきて、眺めてばかりいてもつまらない。今日は一つ使いだめしをしてやろう。と言って茶釜に水を汲み入れました。すると小さな茶釜のくせに、いきなり手桶にいっぱいの水をがぶりと飲んでしまいました。和尚さんは少し変だと思いましたが、他に変わったこともないので、安心してまた水を入れて、いろりにかけました。すると、しばらくして、お尻が温まってくると、茶釜は出し抜けに、熱いと言って、いろりの外へ飛び出しました。おや？と思う間に、タヌキの頭が出て、四本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しましたから、和尚さんは、わーっと言って、
思わず飛び上がりました。大変大変、茶釜が化けた、誰か来てくれ。和尚さんがびっくりして大きな声で呼び立てますと、小僧さんたちは空来たというので、向こう鉢巻きでほうきやはたきを持って飛び込んできました。でももうその自分には元の茶釜になって布団の上に済ましていました。叩けばまたカーンカーンとなりました。和尚さんはまだびっくりしたような顔をしながら、どうもいい茶釜を手に入れたと思ったら、とんだものを背負い込んだ、どうしたものだろうと考えていますと、門の外でくずいくずいという声がしました。ああ、いいところへくず屋が来た。こんな茶釜は、いっそくず屋に売ってしまおう。和尚さんはこう言って、早速くず屋を呼ばせました。くず屋は、和尚さんの出した茶釜を手に取って、撫でてみたり、叩いてみたり、そこを返してみたりした後で、これは結構な品物です、と言って、茶釜を買って、くずかごの中に入れて持っていきました。茶釜を買ったくず屋は、うちへ帰ってもまだニコニコして、これはこの頃にない掘り出し物だ。どうかして道具好きなお金持ちを捕まえて、いい値に売らなければならない。こう独り言を言いながら、その晩は大事そうに茶釜を枕元に飾ってぐっすり寝ました。すると、真夜中過ぎになって、どこかで、もしもし、くず屋さん、くず屋さん、と呼ぶ声がしました。はっとして目を覚ましますと、枕元にさっきの茶釜が、いつの間にか、けむくじゃらな頭と、太い尻尾を出して、ちょこなんと座っていました。くず屋はびっくりして跳ね起きました。やあ、大変、茶釜が化けたぞ。くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。だって、驚かずにいられるものかい。茶釜に毛が生えて歩き出せば、誰だって驚くだろうじゃないか。一体お前は何だい？私は文福茶釜と言って、本当はタヌキの化けた茶釜ですよ。実はある日、野原へ出て、遊んでいるところを五六人の男に追い回されて、仕方なしに茶釜に化けて草の中に転がっていると、またその男たちが見つけて、今度は茶釜だ茶釜だ、いいものが手に入った、これをどこかへ売り飛ばしてみんなでうまいものを買って食べようと言いました。それで私は古道具屋に売られて、店先にさらされて、散々窮屈な目に遭いました。その上、何も食べさせてくれないので、お腹が空いて死にそうになったところを、
お寺の和尚さんに買われていきました。お寺ではやっと手おけに一杯の水をもらって、一口にがぶ飲みしてほっと一息ついたところを、いきなりいろりに乗せられてお尻から火あぶりにされたのにはさすがに驚きました。もうもう、あんなところはこりごりです。あなたは人のいい親切な方らしいから、どうぞしばらく私をうちに置いて養ってくださいませんか。きっとお礼はしますから。うんうん、置いてやるぐらいわけのないことだ。だがお礼をするってどんなことをするつもりだい。へえ、見せ物でいろいろ面白い芸当をしてみせて、あなたにたんとお金儲けをさせてあげますよ。ふーん、芸当って一体どんなことをするのだい。さあ、差し当たり綱渡りの軽技に文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうくず屋なんかやめてしまって、見せ物師におなんなさい。明日からたんとお金が儲かりますよ。こう言われてくず屋はすっかり乗り気になってしまいました。そして茶釜の勧める通り、くず屋をやめてしまいました。その明くる日、夜が明けるとくず屋は早速見せ物の支度にかかりました。まず町の盛り場に一軒見せ物小屋をこしらえて、文福茶釜の綱渡りと浮かれ踊りの絵を描いた大看板をあげ、太夫元と木戸板と工場井を自分一人で兼ねました。そして木戸口に座って大きな声で、さあさあ、大評判の文福茶釜に毛が生えて手足が生えて、綱渡りの軽技から浮かれ踊りの不思議な芸当、評判じゃあ評判じゃあと呼び立てました。往来の人たちは不思議な看板と面白そうな口上につられて、ぞろぞろ見せ物小屋へ詰めかけてきて、たちまち満員になってしまいました。やがて拍子木が鳴って幕が上がりますと、文福茶釜がのこのこ楽屋から出てきて、お目見えのご挨拶をしました。見るとそれは思いもつかない大きな茶釜に手足の生えた化け物でしたから、見物は皆あっと言って目を丸くしました。それだけでも不思議なのに、その茶釜の化け物が両方の手にからかさを刺して扇を開いて綱の上に両足をかけました。そして重い体を器用に調子を取りながら、綱渡りの一曲を守備よくやってのけましたから、見物はいよいよ感心して小屋も割れるほどの喝采を浴びせかけました。それからは何をしても文福茶釜が変わった芸当をやってみせるたんびに、見物は大喜びで、こんな面白い見せ物は生まれて初めて見たと天伝に言い合って、
またぞろぞろ帰っていきました。それからは、文福茶釜の評判は、方々に広がって、近所の人は言うまでもなく、遠い国からも、わざわざ、わらじがけで見に来る人で、毎日毎晩、大変な大入りでしたから、わずかの間に、くず屋は大金持ちになりました。そのうちにくず屋は、こうやって文福茶釜のおかげで、いつまでもお金儲けをしていても、際限のないことだから、ここらで休ませてやりましょう、と考えました。そこである日、文福茶釜を呼んで、お前をこれまで随分働かせるだけ働かして、おかげで私も大したお金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、そうそう欲張ることは悪いことだから。今日限りお前を見せ物に出すことはやめて、元の通り森んじに納めることにしよう。その代わり、今度は和尚さんに頼んで、ただの茶釜のように、いろりにかけて火あぶりなんぞしないようにして、大切にお寺の宝物にして、錦の布団に乗せて、至極安楽なご隠居の身分にしてあげるが、どうだね。こう言いますと、文福茶釜は、そうですね。私もくたびれましたから、ここらで少し休ませてもらいましょうか。と言いました。そこでくず屋は文福茶釜に、見せ物で儲けたお金を半分添えて、森んじの和尚さんのところへ持って行きました。和尚さんは、ほいほい、それは奇特な、と言いながら、茶釜とお金を受け取りました。文福茶釜も、それなりくたびれて、寝込んででもしまったのか、それからは、別段、手足が生えて、踊り出すというようなこともなく、このお寺の宝物になって、今日まで伝わっているそうです。売り子姫子。楠山正雄。むかしむかし、おじいさんとおばあさんがありました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに行きました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川でぼちゃぼちゃ洗濯をしていますと、向こうから大きなウリが一つ、ぽっかりぽっかり流れてきました。おばあさんはそれを見て、おやおや、まあ、珍しい大きなウリだこと、さぞおいしいでしょう。おうちへ持って帰って、おじいさんと二人で食べましょう。と言い、杖の先でウリをかき寄せて、拾い上げて、うちへ持って帰りました。夕方になると、おじいさんはいつもの通り、芝をしょって、山から帰ってきました。
おばあさんはニコニコしながら出迎えて、おやおや、おじいさん、おかえりかえ。今日はおじいさんのお好きないいものを川で拾ってきましたから、おじいさんと二人で食べましょうと思って、さっきから待っていたのですよ。と言って、拾ってきたウリを出してみせました。おー、おー、これは珍しい大きなウリだ。さぞおいしいだろう。早く食べたいなあ。と、おじいさんは言いました。そこでおばあさんは、台所から包丁を持ってきて、ウリを二つに割ろうとしますと、ウリは一人でに中からポーンと割れて、かわいらしい女の子が飛び出しました。おやおや、まあ。と言ったまま、おじいさんもおばあさんもびっくりして腰を抜かしてしまいました。しばらくしておじいさんが、これはきっと私たちに子供のないのをかわいそうに思って、神様が授けてくださったものに違いない。大事に育ててやりましょう。そうですとも、ご覧なさい。まあ、かわいらしい顔をして、ニコニコ笑っていますよ。と、おばあさんは言いました。そこで、おじいさんとおばあさんは、慌ててお湯を沸かして、赤ちゃんにお湯を使わせて、暖かい着物の中にくるんで、かわいがって育てました。ウリの中から生まれてきた子だからというので、ウリ子姫子という名前をつけました。ウリ子姫子はいつまでも可愛らしい小さな女の子でした。でも旗を織ることが大好きで、可愛らしい旗をおじいさんにこしらえてもらって、毎日毎日、トンカラリコ、トンカラリコ、ギーギーバッタン、ギーバッタン、旗を織っていました。おじいさんはいつもの通り山へ芝刈りに出かけます。おばあさんは川へ洗濯に出かけます。ウリ子姫子は後に一人おとなしく留守番をして相変わらずトンカラリコトンカラリコギーギーバッタン、旗を織っていました。おじいさんとおばあさんはいつも出がけにウリ子姫子に向かって、この山の上にはアマンジャクという悪者が住んでいる。留守にお前を取りに来るかもしれないから、決して戸を開けてはいけないよ。と言って、しっかり戸を閉めて出て行きました。すると、ある日のこと、ウリ子姫子が一人で、トンカラリコ、トンカラリコ、ギーギーバッタン、旗を織っておりますと、とうとうアマンジャクがやってきました。そして
優しい猫なで声を作って、もしもし、売り子姫子、この戸を開けておくれな。二人で仲良く遊ぼうよ。と言いました。いいえ、開けられません。と、売り子姫子は言いました。売り子姫子、少しでいいから開けておくれ。指の入るだけ開けておくれ。そんなら、それだけ開けましょう。もう少し開けておくれ、売り子姫子。せめてこの手が入るだけ。そんなら、それだけ開けましょう。売り子姫子、もう少しだ。開けておくれ。せめて、頭の入るだけ。仕方がないので、売り子姫子は、頭の入るだけ開けてやりますと、アマンジャクはスルスルと家の中へ入ってきました。売り子姫子、裏の山へ滝を取りに行こうか。とアマンジャクが言いました。滝を取りに行くのは嫌。おじいさんに叱られるから。と、売り子姫子が言いました。すると、アマンジャクが、怖い目をして、売り子姫子をにらみつけました。売り子姫子は怖くなって、仕方なしに、裏の山までついていきました。裏の山へ行くと、アマンジャクは、スルスルと柿の木によじ登って、真っ赤になった柿を、おいしそうに、取っては食べ、取っては食べしました。そして、下にいる売り子姫子には、種やヘタばかり投げつけて、一つも落としてはくれません。売り子姫子は羨ましくなって、私にも一つください。と言いますと、アマンジャクは、お前も上がって取って食べるがいい。と言いながら、下へ降りてきて、今度は代わりに売り子姫子を木の上に乗せました。乗せるときに、そんな着物を着て登ると汚れるから、と言って自分の着物と取り替えて着替えさせました。売り子姫子がやっと柿の木に登って柿を取ろうとしますと、アマンジャクはどこから取ってきたか、藤鶴を持ってきて、売り子姫子を柿の木に縛りつけてしまいました。そして自分は、売り子姫子の着物を着て、売り子姫子に化けて、うちの中に入って、つまわした顔をして、また、トンカラリコー、トンカラリコー、ギーギーバッタン、旗を折っていました。しばらくすると、おじいさんとおばあさんは帰ってきましたが、
何にも知らないものですから。うり子姫子、よくお留守番をしていたね。さぞ寂しかったろう。と言って頭をさすってやりますと、アマンジャクは、ああ、ああ、と言いながら、舌をそっと出しました。すると、表の方が、急にガヤガヤ騒々しくなって、立派ななりをしたお侍が、大勢ピカピカ塗り立てた、きれいなおかごを担いでやってきて、おじいさんとおばあさんのうちの前に泊まりました。おじいさんとおばあさんは何事が始まったのかと思ってビクビクしていますと、お侍はその時おじいさんとおばあさんに向かって、お前の娘は大層美しい織物を織るという評判だ。お城の殿様と奥方が、お前の娘の旗を織るところが見たいという仰せだから、このかごに乗って来てもらいたい。と言いました。おじいさんとおばあさんは大層喜んで、うり子姫子に化けたアマンジャクをおかごに乗せました。お侍たちが、アマンジャクを乗せて裏の山を通りかかりますと、柿の木の上で、あんあん、うり子姫子の乗るかごにアマンジャクが乗っていく、うり子姫子の乗るかごにアマンジャクが乗っていく、という声がしました。おや、変だ、と思ってそばへ寄ってみますと、かわいそうに、うり子姫子は、アマンジャクの汚い着物を着せられて、木の上に縛りつけられていました。おじいさんは、うり子姫子を見つけると、急いで行って、木から下ろしてやりました。お侍たちも大層怒って、アマンジャクをおかごから引きずり出して、その代わり、うり子姫子を乗せて、お城に連れて行きました。笠地蔵、福娘童話集。昔昔、あるところに、貧乏だけど心優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある年の大晦日のことです。おじいさんとおばあさんは二人で傘を作りました。それを町へ持って行って売り、お正月のお餅を買うつもりです。傘は五つもあるから、餅ぐらいは買えるだろう。お願いしますね。それから今夜は雪になりますから、気をつけてくださいよ。おじいさんは五つの傘を持って出かけました。家を出て間もなく雪が降ってきました。雪はだんだん激しくなったので、おじいさんはせっせと道を急ぎました。村外れまで来ると、お地蔵様が6つ並んで立っています。お地蔵様の
頭にも肩にも雪が積もっています。これを見たおじいさんはそのまま通り過ぎることができませんでした。お地蔵様、雪が降って寒かろうな。せめてこの傘をかぶってくだされ。おじいさんはお地蔵様に売るつもりの傘をかぶせてやりました。でもお地蔵様は6つなのに傘は5つしかありません。そこでおじいさんは自分の傘を脱いで最後のお地蔵様にかぶせてやりました。家へ帰るとおばあさんがびっくりして言いました。まあまあ、ずいぶん早かったですね。それにおじいさんの傘はどうしました？おじいさんはお地蔵様のことを話してやりました。まあまあ、それは良いことをしましたね。お餅なんてなくてもいいですよ。おばあさんはニコニコして言いました。その夜、夜中だというのに不思議な歌が聞こえてきました。おじいさんの家はどこだ？傘のお礼を届けに来たぞ。おじいさんの家はどこだ？傘のお礼を届けに来たぞ。歌声はどんどん近づいて、とうとうおじいさんの家の前まで来ると、ずしーんと何かを置く音がして、そのまま消えてしまいました。おじいさんがそっと戸を開けてみると、おじいさんのあげた傘をかぶったお地蔵様の後ろ姿が見えました。そして、うちの前にはお正月用のお餅やごちそうが山のように置いてありました。花咲かじじい、楠山正雄。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。正直な人のいいおじいさんとおばあさん同士でしたけれど、子供がないので、飼い犬のシロを本当の子供のように可愛がっていました。シロもおじいさんとおばあさんに、それはよく懐いていました。すると、お隣にもおじいさんとおばあさんがありました。この方はいけない欲張りのおじいさんとおばあさんでした。ですからお隣のシロを憎らしがって汚らしがって、いつも意地の悪いことばかりしていました。ある日、正直おじいさんがいつものように桑を担いで
畑を掘り返していますと、シロも一緒についてきて、そこらをくんくん嗅ぎ回っていましたが、ふとおじいさんの裾をくわえて、畑の隅の大きなえのきの木の下まで連れて行って、前足で土をかきたてながら、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン、と泣きました。なんだな、なんだな、とおじいさんは言いながら、くわを入れてみますと、カチリと音がして、穴の底でキラキラ光るものがありました。ずんずん掘っていくと、小判がたくさん出てきました。おじいさんはびっくりして、大きな声でおばあさんを呼び立てて、えんやらえんやら、小判をうちの中へ運び込みました。正直なおじいさんとおばあさんは、急にお金持ちになりました。すると、お隣の欲張りおじいさんが、それを聞いて、大変うらやましがって、早速シロを借りに来ました。正直おじいさんは、人がいいものですから、うっかりシロを貸してやりますと、欲張りおじいさんは、嫌がるシロの首に縄をつけて、ぐんぐん畑の方へ引っ張っていきました。俺の畑にも小判が埋まっているはずだ。さあ、どこだ、どこだ、と言いながら余計強く引っ張りますと、シロは苦しがってやたらにそこらの土を引っかきました。欲張りおじいさんは、うん、ここか。閉めたぞ、閉めたぞ。と言いながら掘り始めましたが、掘っても掘っても出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでした。それでも構わずやたらに掘っていきますと、ブーンと臭い匂いがして汚いものがうじゃうじゃ出てきました。欲張りおじいさんは、臭いと叫んで鼻を押さえました。そうして腹立ち紛れにいきなりくわを振り上げて、シロの頭から打ち下ろしますと、かわいそうにシロは一声キャンと泣いたなり、死んでしまいました。正直おじいさんとおばあさんは、後でどんなに悲しがったでしょう。けれども、死んでしまったものは仕方がありませんから、涙をこぼしながら、シロの死骸を引き取って、お庭の隅に穴を掘って、丁寧にうずめてやって、お墓の代わりに小さい松の木を一本その上に植えました。するとその松がみるみる育っていって、やがて立派な大木になりました。これは白の形見だ。こうおじいさんは言って、その松を切って、臼をこしらえました。そうして、シロはお餅が好きだったから、と言って、臼の中にお米を入れて、おばあさんと二人で、ぺったらこっこー、ぺったらこっこー、とつき始めますと、不思議なことに、
いくらついてもついても、後から後からお米が増えて、みるみる臼にあふれて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱいお米になってしまいました。すると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知ってうらやましがってまたずうずうしく臼を借りに来ました。人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかり臼を貸してやりました。臼を借りると早速欲張りおじいさんは臼の中にお米を入れておばあさんを相手にぺったらこっこーぺったらこっこーとつき始めましたが、どうしてお米が湧き出すどころか今度もプーンと嫌な匂いがして、中からうじゃうじゃ汚いものが出てきて、臼にあふれて外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい汚いものだらけになりました。欲張りおじいさんはまた癇癪を起こして、臼を叩き壊して薪にして燃してしまいました。正直おじいさんは臼を返してもらいに行きますと灰になっていましたからびっくりしました。でも燃してしまったものは仕方がありませんから、がっかりしながらザルの中に残った灰をかき集めてしおしお家へ帰りました。おばあさん、白の松の木が灰になってしまったよ。こう言っておじいさんはお庭の隅の白のお墓のところまで灰を抱えて行って巻きますと、どこからかスースー暖かい風が吹いてきて、パーッと灰をお庭いっぱいに吹き散らしました。するとどうでしょう、そこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶると、みるみるそれが花になって、よそはまだ冬のさなかなのに、おじいさんのお庭ばかりはすっかり春景色になってしまいました。おじいさんは手をたたいて喜びました。これは面白い。ついでにいっそ方々の木に花を咲かせてやりましょう。そこでおじいさんはザルに残った灰を抱えて、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう。と、往来を呼んで歩きました。すると、向こうから殿様が馬に乗って大勢家来を連れて狩りから帰ってきました。殿様はおじいさんを呼んで、おお、珍しいじじいだ。ではそこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ。と言いつけました。おじいさんは早速ザルを抱えて桜の木に上がって、銀の桜、サラサラ、銀の桜、サラサラと言いながら灰をつかんで振りまきますと、みるみる花が咲き出して、やがて一面桜の花盛りになりました。
殿様はびっくりして、これは見事だ、これは不思議だ、と言って、おじいさんを褒めて、たくさんにご褒美をくださいました。するとまた、お隣の欲張りおじいさんが、それを聞いて、うらやましがって、残っている灰をかき集めて、ざるに入れて、正直おじいさんの真似をして、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう。と、往来を怒鳴って歩きました。すると今度も殿様が通りかかって、こないだの花咲かじじいが来たな。また花を咲かせてみせよ。と言いました。欲張りおじいさんは得意らしい顔をしながら、灰を入れたざるを抱えて桜の木に上がって、同じように、金の桜、さらさら、銀の桜、さらさら、と唱えながら、やたらに灰を振りまきましたが、一向に花は咲きません。するうち、どーっとひどい風が吹いてきて、灰は遠慮なしに、四方八方へバラ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 散って、殿様やご家来の目や鼻の中へ入りました。そこでもここでも目をこするやら、くしゃみをするやら、頭の毛を払うやら、大変な騒ぎになりました。殿様は大層お腹立ちになって、偽物の花咲かじじいに違いない、不届きなやつだ、と言って、欲張りおじいさんを縛らせてしまいました。おじいさんは、ごめんなさい、ごめんなさい、と言いましたが、とうとう牢屋へ連れて行かれました。鬼六、楠山正雄。ある村の真ん中に大きな川が流れていました。その川は大変流れが強くて速くて、昔から代々村の人が何度橋を架けてもすぐ流されてしまいます。村の人たちも困りきって、都で名高い大工の名人を呼んできて、今度こそ決して流れない丈夫な橋を架けてもらうことにしました。大工はせっかく見込まれて頼まれたので、うんと言って引き受けては見たものの、いよいよその場に来てみて、さすがの名人も、あっと言って驚きました。ひっきりなし、川の水はくるくる目の回るような速さで、渦を巻いて膨れ上がり、ものすごい音を立てて湧き返っていました。この恐ろしい流れの上に、どうして橋が架けられよう。大工は、こう独り言を言いながら、ただ呆れて、途方に暮れて、川の水をぼんやり眺めていました。すると、どこからか、
どうした、名人。そこで何を考えている。というものがありました。大工が驚いて見回す途端、水の上にブクブクブクと大きな泡が立ったと思うと、恐ろしく大きな鬼のような顔がそこにぽっかり現れました。大工は妙な気味の悪いやつが出てきたと思いながら、わざと平気で、うん、俺か。俺は頼まれたから、この川に橋を架けようと思って考えているのだ。と言いました。すると鬼は顔中口にして、ゲッゲッゲッと、さも面白そうに笑いました。そうして、大きな歯をむき出したまま、ふっふっふ、お前、いくら名人でも、大工にゃ、この橋はかからないぞ。と言いました。じゃあ、誰ならかかる？そりゃ、この俺ならかかるよ。じゃあ、頼む。お前さん五章だ。代わりにかけておくれ。そりゃかけてやってもいいが、何をお礼にくれる？そりゃかけてくれれば何でもあげるよ。じゃあお前その目玉をよこせ。何？目玉だ？大工もこれには少し驚きましたが、何、その時はその時でどうにかなるだろうと思って、よしよし、お安い御用だ。と言って、承知してしまいました。大工はそれなり家へ帰って、ゆっくり一寝入りして、あくる日また何気なしに川へ出てみました。すると川の水は一向引いていませんが、まさかと思っていた橋が半分以上も見事にその上にかかっているのでびっくりしました。こりゃ冗談じゃないぞ。大工は急に怖くなって、そーっと両方の目を押さえました。そこで、そのあくる日は、朝早くから起きて、また川へ出てみますと、まあどうでしょう。実に立派な橋が、何畳という高さに、水が渦巻き、逆巻き、流れている大川の上に、もうすっかり出来上がって、びくともせずに長々とかかっているではありませんか。大工は今度こそ本当に度肝を抜かれて、ただもう目ばかりキョロキョロさせていました。するとその途端、例のどことも知れない川の底から、おい、どうした大工？さあ、目玉をよこせ！と言いながら、鬼が出てきたので、ひゃーっと一声、すっかり青くなって、ブルブル震え出してしまいました。ああ、ごめんなさい。すぐは困る。しばらくお待ちください。大工は泣くように言って、慌ててそこを逃げ出しました。
逃げ出したものの、どうするあてもないので、今にも鬼が追っかけてくるかとハラハラしながら、川の岸を離れて山の方へどんどん逃げていきました。逃げ出して山の中をあてもなくうろうろ歩いていますと、どこか遠くの林の中から子供の歌う声がしました。やがてその声はだんだん近くなって、つい聞くともなしに耳に入ってきたのはこういう歌でした。鬼六どうした？橋かけた。かけたら褒美に目玉、はよ持ってこい。この歌を聞いて、大工はほっとしました。そうして、生き返ったように、元気を取り戻して、宿屋に帰って寝ました。そのあくる日、大工がまた川へ出ると、鬼は早速出てきて、さあ、すぐ目玉をよこせ、と言いました。まあ、しばらくお待ちください。どうもこの目を取られては、明日から大工の商売ができません。かわいそうだとおぼしめして、何か他のお礼でご勘弁願います。こう大工が言うと、鬼は怒って、なんという意気地のないやつだ。じゃあ試しに、俺の名を当ててみろ。うまく言い当てたら、勘弁してやらないものでもない。と言いました。そこで大工はわざとまずでたらめに、大江山の主天童子と言うと、鬼はあざ笑って、違う違うと首を振りました。そこでまたでたらめに、愛宕山の茨城童子と言うと、鬼は余計面白そうに、違う違うと言って笑いました。それからまだいくつもいくつもでたらめな名を言って、鬼がだんだん飽きて、怖い目玉を向いて、今にも飛びかかってきそうになったとき、大工はありったけの大きな声を張り上げて、鬼六と唱りました。チェ、山の神に教わったか。そう言った途端、ふーっと鬼の姿は消えてなくなりました。